ということでドライブラジオをやっていきたいと思っております。車をね、洗いに行こうと思って天気予報を見たら、なんか週末にかけてまたなんか雨降るからいいやと思って、もうこのまま行きたいと思います。でもね、何日か前ね、ポロの方はね、洗車しましたので、ピカピカでございますね。はい、なんだかんだで買えたっていうね、なんだかんだで買えたというね、シュプリームと幼児山本コラボの T シャツということでございます。僕結局スマホのアプリ、シュプリームのアプリからの購入でございましたね。今回もね、結構スムーズ、今回が一番スムーズだったんじゃないかな。この前のパイプ椅子は何回か弾かれてみたいな感じだったんですけれども、今回この T シャツに関しては11時になってすぐポチ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 で、ただね、プリーズウェイトがかなり長くて1分ぐらいあったかな。でもね、いつもダメだったらなんかすぐこう売り切れですみたいな、かなんとか表示されるじゃないですか。それがなかったからいけるかなと思ったらね、なんかいけたみたいな感じでございましたね。ちなみにこれがブラックの、M サイズでございます。インナーはこれも去年一昨年だったかな、シュプリーム、ヘインズのサーマルを着ております。だんだん暑くなってきました。車のね、温度計がね 24.5 度だけれども、車内はね、もうちょっとやっぱ暑いかなっていう感じでございますね。なので、今後もしこう気になるアイテムは、欲しいなと思ったアイテムシュプリームに関しては、PC 表示とかのね、 Google とか Google Chrome の PC 表示とかじゃなくてアプリでね、今後も買っていこうじゃないかと思っております。やっぱね、着やすいんですよね、この素材が好き。ただ久しぶりのグラフィックプリント T シャツなんで、なんか新鮮、結構新鮮な気分でね、着ております。これなかなかね、なんか新鮮な、ほんと新鮮な感じでございますね。最近ね、無地ばっかり着てたんで、たまにちょっと着たくなって、すげーバイクが通る。すげーバイクだな。たまにね、ちょっと着たくなっちゃって、ポチったら買えたという品物でございました。で、ボックスロゴのロンティーは出るんですかね？ね、買えるかな？もし出たら欲しいなとは思ってるんですけれども。それから、最近だから、ユニクロ U のさ、モバイルパテッパ、難しいパテッドモバイルバッグでしたっけ、の黒買ってね、今も今日こっち側にあるんですけれども、僕の普段使いの荷物が本当、財布もコンパクトでさ、ちっちゃいんでちょうど良かったですね。もう一つこう横長の分が、ファスナーが3つあるのかな、あのあたりもね、かっこいいなと思うんですけれども、あんまりこう荷物を増やしたくないということで、今赤信号止まってますね。こちらでございます。これがね、ちょうどいいコンパクトサイズでございます。これは良かったな。なんかね、この紐のね、丈夫なところもね、結構気に入ってるんですよね。ただちょっと短めにしてるんですよ今日はね。こういった服装の時はちょっと手持ちで行こうかなと、まあ、なんかそういうようなね、こう、なんか、いつも一緒っていうか、こう、なんかこう、持ち方を変えたいっていう、もともとね、だからショルダーでね、服装に応じてこう持ち方を変える、服装に応じて持ち方を変える的な感じでございますね。なんかやっぱりこう、ミニバッグ好きなんで、結構やっぱいろいろ欲しくなっちゃうんですよね。以前は結構GU とかね、いろいろ買ってましたよね。いろいろ買ってましたけれども、最近はね、まあこのユニクロ U のね、新作のショルダー、ミニショルダーが、ね、非常にお気に入りでございます。あとは、髪がね、だいぶ伸びてきてね、やっぱこう短髪はここら辺のさ、キープ、あれですよね、結構大変ですよね。やっぱ月1ペースで行かないといけないなと思って、でも楽なんですよ、セットがめちゃくちゃ楽。乾かして完全に僕完全にドライした状態でこう整髪、最近ね、こう
ジェル状の整髪料みたいなのが以前ね持ってたのがギャッツビーのやつがあるんでそれ使ってるんですけれども、だいたいこのセットで、やっぱり1分半ぐらいかな、1分半でシャ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 ってやって、最後前髪だけはねちょっとケープでシュッてするぐらいな感じなんで、まあ2分もあれば十分セットできるかなっていう。ただね単発はねなかなかねこうキープ力難しいですね、ここがやっぱね伸びてきたらさ、なんかこうあるじゃないですか、なんかちょっともさってなるから、そこのキープ力ですね、ちょっともうちょっとこう刈り上げを次もがっつりしてもらおうかなと思ったり思わなかったりっていう感じなんですけれども、あとはあの何を話そうとしてたんだっけ、そうそう、だから、車も来るじゃないですか、結局ね、結果もともとこのエクスクルーシブで声かけてもらった時に白がいいなと思ってたんですよね、確か。そうそうそう、白と黒があるって言っては白がいいなと思ってて、なんでかって言ったらゴルフ7がオールブラックやったじゃないですか、ホイールもさオールブラックな感じで真っ暗な感じだったんで、結果やっぱ汚れ目立つんですよね黒。このねビートルも洗って数時間後、黄砂とかある時とかもうすぐもう3時間4時間ぐらいでもうなんか埃が溜まってるぐらい、やっぱ白がいいなと思ったんですけれども、結果黒で今はね本当良かったなって思ってますね。ただ汚れがめちゃくちゃ目立つ、汚れがめちゃくちゃ目立つけれども、まあ、最近さまたさちょっとこう黒っぽい感じのねコーディネートになってきてるんで、あ黒で良かったなと思いますね。車はね、ただね、まあ今年の夏はそんなに出かけてなかったらあれだったけど、去年はなんかやっぱね、やっぱ黒い車ってやっぱ暑いっすよね。それはね、思っちゃう。車の黒い車は暑い。だから白が良かったって言ったのかな。なんか理由はね、全然覚えてないんですけれども、なんか白。ゴルフ5が白だったんでね。ゴルフ5白。ポロが、最初のポロがブルーでしょ ?6N が。で、9N がシルバーでしょ、まあ、シルバーはね、一番汚れ目立たなかったかな。で、ゴルフ5が、白でしょ、なんとかホワイトだよね。なんだったっけ、なんとかホワイトって言うと、すっごい美白のね、白でございましたよ。で、ゴルフ7がブラックでしょ、で、ビートルが黒でしょ。いや、これ久しぶりね、これしばらくビートルで落ち着きそう。やっぱなんかこう、形、このビートルの形ってこれしかないじゃないですか。なんかこう、似たデザインの車って、なんかね、今、パッて思いつくのがコペンぐらい？コペンぐらい？でもサイズがでも違いますからね。なんか、コペンって、前の形のコペンですよ。今の形じゃなくて。だからね、やっぱ独特なんですよ、この形や。この独特さにね、やっぱこうみんな、こう、ビートル、ザ・ビートル好きの人、方は、こう惹かれるんじゃないかなって。一回出たけど、また戻ってくるみたいなこともね、いらっしゃったりするので、いや、ビートル、いいっすよ。よかった。まあ、でもゴルフもね、やっぱね、このスポーティーに走るみたいな感じだったら、やっぱゴルフもかっこいいなと思うんです。まあ、ビートルもこういろんな種類あるじゃないですか。こうスポーツラインみたいな感じとかさ。まあ、このエクスクルーシブはちょっとこう綺麗めな感じのラインというかですね、こうエレガントな雰囲気もあるんですけれども、まあ、そのあたりも含めましてですね、まあ、いい車に出会えて、ただなかなか最近は洗車をすることをサボってはいないけれども、若干やっぱね、この前もそうだったと思うんですけども、洗ってすぐ雨が降るっていうね、あのパターンに陥っているので、なかなか洗うチャンスがない、洗うチャンスがないですよね。秋の行楽シーズンでどっかさ遠方にさ行くとかだったら、なんか洗ってちょっとこう綺麗な状態で、なんでですかね、あのさ綺麗な状態でドライブ、車がピカピカな状態でドライブ、長距離ドライブをするとめちゃめちゃ気持ちいい説みたいな感じであるじゃないですか、ね、そのあたりもね、なんかね、やっぱ遠方のドライブ行けてないんで、それで
で、それもありつつあんまり洗ってないのかなっていうのはあるんですけれども、いやでもほんと車ピカピカの状態でさ、長距離ドライブほんと気持ちいいっすよね。あれは本当に最高、本当に最高だと思いますね。今年はだから、去年の10月とかって多分9月10月だったかな。確か9月は、まあ、岡山からの初四国に入って、淡路島通ってぐるっと回ってきて、で10月はあれですよね、ずっと広島岡山抜けて神戸からの奈良大阪三重伊勢神宮初琵琶湖で、延暦寺からの京都入って帰ってくるみたいなさ、長距離ドライブしたな。1年経っちゃいましたよ。まあね、今年はちょっと本当なかなか行けないけれども、なんか10月ぐらいになったら少し県内の遠出行きたいなと思ったりもしてるんですけれども、なんかいいところないかなってちょっと探そうかなとも思っております。はい、そんな感じでですね、久しぶりにグラフィック T シャツが欲しくなって、で、シュプリームでオンラインチャレンジ、まあ僕の場合は、まあ、iPhone の、アプリでシュプリームアプリ入れてますから、でそれでチャレンジしたら、今回は1回も弾かれることもなく、ただプリーズウェイトは長かったんですけれども、まあ変えたというようなお話でございました。いやね、まあシュプリームを含めてユニクロもそうだし、無印もそうだし、なんか欲しいもの、着たいもの、自分が着たいものをなんか着ていけたらいいかなと思いますね。だから次はね、頭の中にやっぱずっとあるのが、無印良品のフランネルのスタンドカラーとボックスの襟付きのシャツのブラック、この2アイテムはね10月狙っていこうかなと思っております。という形で今日は終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。やっぱこのねユニクロ U のね、これめっちゃ気に入ってる。なんかほんと手持ちで持ったり、ショルダーの長さ変えて持ったりとかで持つと、結構いろんな服装にねマッチするんですよ。